幼虫だ。伏せろ。定めも知らずに踊る愚かな娘陽子、昌磨よ、なぜそのような女に従う。名門光華学園に通う高校1年生真野陽子。陽子たちのクラスにある日一人の謎の転校生がやってきた。男の子は妖精と魔物の世界ゲーム界からの使いだった。陽子と親友の千佳子はゲーム界の底に存在する国地政界に飛ばされてしまう。地政界の人々は水不足で困り果てていた。地政界に伝わる聖なる楽器秋の浄土、これが盗まれたために異変が起きたのではないかと昌磨のおばあさんゼルーダは言う。お前さんこそこの世界を救う伝説の勇者かもしれぬな。私が？まさか。陽子たちは干ばつの原因を探りに地政界の上にある国水星界へと向かう。しかし水星界も異変のせいで湖が凍りつき、国民の心は冷え切っていた。陽子たちは水星界の国民によって貼り付けの刑にされていた刹那と、子供たちにいじめられていたコウモリリスのルバットを救い出した。ちょうどその頃水星界の姫君シェルミナが何者かに誘拐された。シェルミナ姫を助けるために魔物と戦ううちに陽子の力は目覚めた。魔物ハンター陽子、ここに立て。